サバの煮付け、温泉卵、ナスの生姜醤油、紀州南高梅の蜂蜜風味、煮干しとご飯でいただきます。まずは温泉卵ですね。生姜醤油、うん、おいしい。ご飯も一緒に、梅干し、美味しそうですね。ご飯が進む。サラダ味噌に、お柔らか、めっちゃ柔らかいやん。すごい、こんな柔らかいのちょっと俺初めてかもしれん。すごい。で、本にとって、これ柔らかいな。お母さん、どこの？フレスコ。フレスコ。うまそう。いいね、これ。梅干し茶漬け。梅干しはな、細かくするんです。細かくしたいな、やっぱり。うん。これあんま、塊で食べたくないから、食べたくないっていうか、お茶漬けはサラサラときてから細かくしてから、細かくいきましょう。いいね、うん、ちょうどいい出汁の感じですよ。あとはお茶漬けのサラサラ感を出す、うん、うん、うん、いいね、うまいね、うまい、これもうまい、いい、いいね。だけどもう、あ、ない、おいしい。はぁ、あ、ちょっと休憩。お茶漬けで終わりますわ。これちょっとお茶漬けさらっといって、朝ごはんですからね。明日の食べねえ、腹いっぱい。朝から梅干し茶漬け、これ最高。梅干し茶漬け、そんな熱いお茶じゃなくてもいいし、これうまいわ。梅干し茶漬けって身ぶなも美味しいけど、かなり上位のお茶漬けの上だと思う。うまい。まあ梅干し1個で十分、煮込みじゃ終わり。もう意味はわからん。一個でも迫力、迫力すごいわ。はい、ごちそうさまでした。いやー、ただ。